どうも、長広です。今回、バスターズストーリー実況中編というところで、まあ、前回ね、三つ股のづちをしばき上げたところからね、スタートするんですけども、今回ね、僕が大好きなね、妖怪が登場します。冬にゃんですね。いや、冬にゃん出てきた時の安心感すごない。冬にゃんの声優は、梶裕貴さんという方で、もうめちゃめちゃかっこいい方なんですけども、ゲーム内冬にゃんもかっこいいよね。かっこいい人からはかっこいい声が出るもんだな。でさらにね、マスターニャーダが出てくるんですけども、マスターニャーダ登場のムービーを見ながらね思ったんだけど、あのマスターニャーダ猫状態、うん、あれ名前何、あれジバニャンって猫状態の時赤丸じゃないですか。四つん這いの時、仁王立ちの時マスターニャーダって名前だけど、四つん這いになったらね、名前変わるんじゃない。なんか別にマスターニャーダの前世があの四つん這いの姿ではないわけだから、まあ、名前なくてもおかしくないんだけど、名前あってよな、赤丸っていう名前があるんだからなとは思ったね。でもって四本足歩きマスターニャーダめっちゃ可愛いやんけ、あれ。あ、そんなね、可愛いかっこいい猫妖怪続々登場の今回です。どうぞ。クイージーのレベル上げないとダメだな、回復が間に合わない。いやもう使うわ、どっちに打ってんの。やらかしましたよ、やらかしましたよ、やばい、やばいがすぎる。いやコマ違うわ、あやべ、いったガチ、いったわ。かつ殴って噛まれるんだ、やばいやばいやばい、えぐい。ちょ、アイテムついてくる？あーっす！てかさ、俺さ、鬼雲とか見るたびに思うんだけど、妖怪ウォッチ2の対戦とかでさ、鬼雲いたらどうなってるんだろうねとか考えちゃうね。こういうなんか新キャラが追加されるたびにさ、過去作でこいつがいたらどんな活躍をするのかなみたいな考えちゃうね。そういうこと考えることない。見回り鬼にはしばくよ。絶対おもろいって鬼子もいたら。ちゅうかもう絶対、何その派遣。もうあらゆる YouTuber がサムネにしだす。じゃあ行こう。倒すぞ赤鬼。私率。いや知らんわ。ダジャレとしてもそんなに成り立ってないし。鬼アバスタンプをやってる場合かね。アバすぎ。粉々フルスイングいいね。はい、次。いや、そっか。クイージーの必殺技あったな。あそこでクイージーを復活させて、あー、必要だったな。必要な工程を踏んでなかったな、俺は。クイージーを助けるのを優先する。あー、でもレベルが、ちょっと、しょぼかすか。さっき4レベルとかだったもんね。赤鬼に疲れるかな？ひるめバスターズですら鬼雲ザコイ？なんかそのモロハの剣、ちょっとなんか危なっかしいだけで、上級者向けってだけで結構強くないか？鬼雲は。このチャンネルでショート動画で鬼雲がやべえみたいな動画出してたけど、ええ。使いこなすのは結構難しいけど、その分強いっていう風に思ってるね。俺もね、使ってみたんだよ。俺もあれダメだわ。だって俺すごいもうね、あの鬼人の術倒し、何鬼人の術ってのがあって、あれを繰り出した瞬間に、行ったもんね。うん。そう、鬼人抜き。正直、鬼雲、鬼人抜きの鬼雲は、ネタ抜きのサーモンお寿司。あ！かわいい。
超かわいい。まあそんなこんなでね、鬼食いとの戦い始まっちゃったんだけど、なんとか勝っていきたい。これはやべ、車輪来る、うるるるる。ちょっなんだ、すげえ喋るなおっさん。あ、小桜エクソ、エツコさん。じゃ、名前間違えたかもしれん。失礼しました。何だっけ、エツコさんじゃなかったっけ。誰か声優の名前調べてくれる。エツコさんじゃなかったっけな。急に声優が本気出してきてちょっとびっくりしちゃって、俺。なんで言っとんのあんた。あんたヒーラーでぞ。自分の命が自分、一番大事だって。あたす何度も言ったっちゅうに。はい、隕石の術。やめてくれ、シンプルに。消えとこ。逃げるわ。消えとこ。さてと、ここで駒次郎が引きなされました。が。やべ、また来る。これね、マジ、ほんと、行ったら大車輪は光りがちなんだけど、これは普通に、逃げよう。みんな来るんだ！集まれ！集まれ！よし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 、いいぞ。半分行った。ジェジェジェカズヤか。ドギャドギャカズヤさん。やばいやばいやばい。長くない？鬼食い、鬼食い長くない？撃つわ。オッケー。おまじろ復活。ごっつい岩です。やったっけさっき。ごっつい岩です。来た。オッケーオッケー。今度こそ。誰が狙われてる？狙われてん誰？呼ぼうか。こっちよ。どこだ？岩なくない？あー。ずれたね。なかったことにします。そっちならいい。いや、これいける。その近場に出てくれたのはマジでありがたいけど、壊されちゃった。誰狙われてる？悟りちゃんか。オッケー。こっちよ。来い！必殺技打って戻って。必殺技打って。いい感じかな？これは来た。いつでも来い！こんにちは。そうだね。消えても結局引かれるけど。心の安定を入手するためにジミーで消えました。関係ないけど今極玉完走した。おめでとう。どれの、あ、ビッグサオーラとかそういうの。そっか、ここで初めて倒すのがビッグボス。ん？なんでここで出てくんだオーラが。新章行く時のワクワク感をもう一度味わいたい。ってことはあれ、ストーリー、その次回予告飛ばさない方がいい？七ヒロフルボイスバスターズ実況始める？おばあちゃん襲われてるけど。のんきに喋ってたら、おばあちゃんめちゃめちゃ襲われてるけど。道を開けな。コムドット。オッケー。で、これであるあるがここでもう襖出ちゃうってね。これ俺前やった。これめっちゃ覚えてる。まだね、おじいさんが困ってんすよ、この先で。ほら、ここに。どうしても極上マグロが食べたいんじゃ。ここは読まなくていいか。フルボイスの無駄遣いとはこれだ。もうね、言ってあるんだよ、モデレーターに。やばい、明らかにやばい人が来て、普通なんか連投してきたら、まず削除。で、その後、ダメそうならタイムアウトっていう風に言ってんだけど、明らかやばそうな人が来て、なんかぐちゃ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 ずっと言ってるようなら、まあ、タイムアウト、即タイムアウトでいいよ、とは言ったね。そんな極上マグロ5つも食ったらマジ胃もたれするだろ、じいちゃん。全部食べた。すごい潜在能力じじいだぞ。取り締まり強化。七ヒロのバスターズ配信、治安悪。あ、ワンタか。いや、ちょっとこれは厄
回ものすぎるな。ちょっとみんな一回引こうか。作戦を立てよう。立てる間もなく。あのね、一匹ずつ離らかして戦うっていう戦法です。一気に二人来られると困るんで、で、ここいらで一回回復挟んで、これなかなかいいんじゃない？だからもう、連投を繰り返すようならもうタイムアウトでいいか。ちょ、火力高いな、おじいちゃん。おじいちゃんえぐいわ。ワカメくんは何してんの？よいしょい！見えてる。オッケー。さーてと。俺ねー、おばあちゃんがおじいちゃんを回復して、おじいちゃんに殴られ続けるってのが一番怖かったんだよ。やべえ、襲われてんじゃん。お前前世でどんだけ恨み買ったんだよ、他人の。これ、この壁に原因あるって。来すぎ、ちょっと。何したの？マジ、この壁何したの？アホやで。いやー、いいね、もう出そう、これで。デビビル、ヒットらえて、このゴリラルマがマジでやばいから、この辺で撃つ。で、撃っていくと。よし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 。いいんじゃなかろうか。おじいちゃん、まだいるね、ワルニャン。ワルニャンいるね。あれ、ここのリーダー、ワルニャンだっけ？ちょ、じいちゃん？どう？倒した？あ、まだいる。よかったー、よかったよかった。一匹ずつやっといてよかったわ。はい、オッケー。さてと。あ、身代わり人形拾ってる。ラッキーラッキー。で、これでいい。おにぎりの方がいい。ありがとうよ。おかげで助かったわい。バスターズとして当然のことをしたまでずら。おー、立派なもんじゃの。バスターズというもんは。そうじゃ、助けてもらったお礼に、お主らをわしの主。乙姫様のところへ案内させてはくれんか。あ、いいの？こんなお話、どっかで聞いたような。にちゃん！にちゃん！それは昔話の浦島太郎ずらよ。助けたのはすっぽんじゃなくて、亀だったずらが。そいつに連れられて、海底にある城へ向かうとそこには、美しいお姫様とゴージャスなお食事が待っていたってお話ずら。美味しいご飯が食べられずら。美しいお姫様、どんな顔か気になるにゃん。あー、思い出した。そうだ。何にも知らずに羨ましがってるけど、ただしすぐに乙姫様に会わせることはできんのじゃ。乙姫様に会うには、海の番人たちを倒す必要がある。海の番人たち？何ですか、それは。バイキン上のセキュリティが厳しくなっての。乙姫様にふさわしい強いものしか通せなくなったのじゃ。まあ、なぜなら、強くて頼りになるものを探してるってことずら。だったら楽勝にゃん。俺たちも。まあ、なぜ、強いのが必要か。まあ、それはズバリですね。乙姫が強いんですね、これね。熟女最高。果たしてそうなのか。さすがに？おい！まだかよ。ポカポカエキスレアアイテムすぎだろ。俺また、協力プレイ再開かもしれん。もう一発がでかすぎんだって。このサメちゃんは、まあ、サメだから納得だけど、いや、シャーク言いながら切ってるじゃん。自己紹介もしながら敵を攻撃する。真の効率中だな。そのさ、岩山から行けないよね。道、横道から。さすがに無理だよな。初見です、どうも、こんにちは。トウシロが一番強い。
もう、東城っていう名前変えてもらっていいですよ、もう。プロでいいよ。プロサメで。東城じゃなくて。いや、あんたかい。ワカメスターかい。大蛇の壺がビッグボスだと思ってボコボコに殴ってたわ。ごめん、大蛇。あいつはただ笑いたいだけだったのに。笑っていたいだけだったのに。みんなを笑わせたいだけだったのに。炎上してしまい、この世を去った。そんな日々の歌、怪獣の歌。キューアの予選大会のラストロボとウィスマロの一つ前のミッションには気をつけて。また帰ってきて教えてくれ、その辺になったら。やべ、俺忘れる気しかしないわ。おじいちゃん、おじいちゃん回復してくれ。ありがとうよ。今日電車乗ってたら 3DS 片手にポケモン遊んでる方がいて、まだ 3DS も死んでない。あ、いる。俺もね、見たね、 3DS やってる人。うん、それが俺でしたとかそういう話じゃなくて、本当にいたね。いなくはないぐらいにはいる。全然本当でもね、人が多い電車とかに乗り込まないと見れないね。逆上強そうじゃない結構。あ、まあまあ火力出るこれ。ここ。ここ。あ、俺狙われてなかった。ほい。ナイス。やーべ、お腹空いてきたな。空腹とも戦う。ただ俺、あんま空腹別に辛くないんだよな。この前、実写配信で手細って誰か言ってたけどさ。実際そうで、その全体的に細いんですよ。ネタバレすると。うぅぅぅぅ！おじいちゃん！あ、終わり？あ、違う、終わりじゃないよな。あぶねー。ジバニャンとクイジーの体力が一気に削られる瞬間が死を感じる。このゲームにおいて。今この七ヒロの妖怪ウォッチバスターズにおいて、この瞬間が一番怖い。まあ、回避のリズム一定だからなんとかなるか。危ないね。油断は禁物。さあ、これが、バスターズ界の、乙姫様です。誰が信じるの？なるほど、このタイミングか。ミサイルキック時のタイミング分かったのでかいな、これ。どうだ？まあ、さすがに避けようか。別にこれわざと当たりに行く必要ないからな。ナイス岩落とし。バカンス楽しかったずらね。しかし、まさか乙姫様があんなマッチョだったとは。あんなすごいおばあちゃんも倒しちゃうにゃんて。やっぱ俺たちは今、網に乗りまくってるにゃん。お、月とすっぽん。ああ、ちょっとあなた、あれのどこが乙姫様なんですか。男前で、ゴリマッチョすぎる姫。略して、乙姫様じゃ。あ、そういうこと？地元のみんなにとって、あの筋肉美は憧れなんじゃ。確かに、まあまあまあ、いい筋肉ですわな。なんじゃそりゃ。で、思い出すっぽんさんは、なんで来たずら？さて、なんでじゃったかの。ウィスマロや。ウィスマロの影響だか。思い出した、思い出した。実はお主らに乙姫様からプレゼントを預かってきたんじゃ。ほれ、玉手箱じゃ。玉手箱を手に入れた。いい、玉手箱って開けるとおじいちゃんになるあの箱面。そうじゃったかの、玉手箱なんて言ったかの。
いや、言いましたよね。間違いなく、さっき玉手箱って。じゃ、わしはこれで失礼するぞ。ストーリー始めから。そう。あ、逃げた。立派な箱面。今度こそごちそう面ね。いやいや、開けちゃダメですって。それ玉手箱ですよ。開けちゃいけないものをくれるなんて意味わかんないんや。そうずら、そうずら。ダメです。おじいちゃんになっちゃいますよ。あ、これ、どうなるのこれ。あれ、玉手箱に何かメモが挟まってるずらよ。これでますます素敵になってください。それってどういうことで、ウィス？開けたらわかるずら。これどうなるんだっけ？な、開けるなってあんなに言ったのに。なんか煙が出てきたにゃん。ギャー、ジジイになる。もうゲーム内でジジイって言ってるじゃん。もう、ジジイは、公用語、なん、うぅ。ああ。終わった。あれは、桜ニュータウンがまだ桜町と呼ばれていた頃。要するに過去の世界へタイムスリップだにゃん。行くぜ！そのガッツ満点なイケメンボイスは、もしかして！第8話、バスターズ誕生の秘密だにゃん。お見逃しなくにゃん。では、面接を始めます。あなたのお名前は？運愛三面鏡だよ。どうしてうちのバスターズに入ろうと思ったずら？お、面接官ずら。最近このチームが大活躍してるって話を聞いて、それじゃあ特技は何ずら？タイムスリップ。強すぎる。即採用。会社で部下が失敗したらこいついればやり直せるから。んなもん即採用だ。合格ずら。やっぱり即採用だった。この世界でも。第8話、バスターズ誕生の秘密だにゃん。映画のタイトルみたいだな。てか映画のタイトルほぼこんな感じじゃなかった。妖怪ウォッチ誕生の秘密だにゃんつって。ほほう、運外三面鏡でタイムスリップでありますか。これだったらぴったりの時代があるぞ。昔の桜ニュータウン、桜町に行ってこい。いいですね、過去の世界。私は大賛成でウィス。もしかしたら古典妖怪の先輩方といっぱい会えるかもしれませんし。いい、オラは過去なんかより未来に行きたいずら。そうにゃん、未来のチョコボを食べてみたいにゃん。そべこべ言うじゃありません。隊長命令は絶対なんですから。運外三面鏡は一回で待たせてやる。やつもバスターズビークルに乗せて過去の世界に連れて行ってもらえ。準備ができたら桜町へ出動だ。本当だ、よく耳澄ませたら鳴ってるな。電話。さてと。道草めいるね。これはでかいよ。これでかいけど、これ。まあ、どかすとしたら駒次郎か。え、ガチあり、ガチあり。とりあえず、32ぐらいにしといて、道草め育成しようか。そうしよう。鉄壁ガード。あ、いいね。鉄壁ガード覚えたら、じゃあ、あとはジバニャンに注ぐと。いいんじゃないか、これ。なかなか。ほい！私は戦線離脱する。あとは任せた。あ、学校にいますね。カエルが言った？その死を受け止めて次に進んでください。いや、普通にやられてる。普通にやられてる。よし、おじいちゃん。ありがとう。めっちゃ追いかけてくるやつおる。バケゾーリか。ならいいや。少しは懲りたはずにゃんだけど。あ、まだいるね。カエルさんね。それが生命。ここちょっと普通に撃つわ。で、歩きながらチャージ。うわ、強い。138。いいね。ダメージがいい。まあ、なんかストーリー攻略ってビッグボスと違って、
できないところに持ってって走って近づいてって殴るっていう感じだから、実はありかもね、チャージ攻撃。お、これ見るしかないでしょ。愛とガッツと根性で世界にはびこる悪を打つ無敵王者ガッツ仮面。世界は友達、全部守るぜガッツ。いいわ。あ、そっか、ふんやん。マジか、俺全然バスターズのあれ見てないなと、普通にやばい気がするんで、ここは誰か技打てるかな。打っといて、あとジバニャンでいいかな。いいね、半分がっつり持ってく。役もイケボだよな、いいよな、かっこいいわ。男でも惚れる、マジのイケボ。そう、なんか女子を釣るためのイケボじゃない、マジのイケボ。芯がバッツリ、芯がバッツリとあるイケボ。そっか、存在知らねえのか。急に来てごめんな、ふうにゃん。突然。何？まさかお前、ジバニャンか。驚いてらっしゃる。軽い女子いるて。ノリが軽い女子いるって。ふうにゃんの冬は、冬じゃなくて、あ、じゃあ冬、季節の冬じゃなくて、冬の冬。そうね。これ知らないと、まあまあいるよな。確かに、半袖とかじゃないからさ、なんかマント背負ってるからさ、なんか寒いのかなみたいな、そういう風に思って冬なのかなって連想する可能性全然あるけど、冬なんですよね。ジバクレイのジバニャン、冬の浮遊霊だっけ、浮遊霊か。一番最初の疾風と回避を両立している妖怪は冬ニャンの人多いはず。あー、疾風回避、あ、俺そうだわ、バスターズ配信で、そうや、去年の夏ぐらいか。すまない、俺の早とちりだったようだ。まさかジバニャンたちを悪者と勘違いしてしまうとは。ウィニャンたちはあそこで何をやってたずら。パトロールだ、凶悪妖怪から町を守るためのな。パトロール？ウィニャンたちもバスターズをやってるにゃん。バスターズ？なんだそれは。バスターズを知らない？では、ウィニャンたちの時代はバスターズが生まれる前の世界ということなんでしょうか。俺たちは町を守る正義の味方、ど根性ガッツ団だ。ど根性ガッツ団。だがみんなもすごいな。さっきの戦いは見事だったぞ。最近は俺たちも結構活躍してるからにゃ。よかったらその力、俺に貸してくれないか。何かお困りなんですか。実は俺の時代では今、凶悪妖怪が次々と桜町に現れ、町の者たちは怯える毎日を送っているんだ。おお、それはお気の毒に。俺たち、ど根性ガッツ団も、町を守るために頑張ってきたが、凶悪妖怪の数があまりに多すぎて、それも難しくなってきたんだ。そういうことだったら、俺たちにお任せにゃん。バスターズは困ってる妖怪の味方だからにゃん。もう、もうって、そんなボイスつけなさんな。ジバニャン、ありがとう。いや、仲間になるんじゃないんかーい。ってことでね。ウェニャンはマジ S ランクでいいね。B ランクが納得いかんレベルだよね。なんかその活躍ぶりもすごくない？その知名度。妖怪ウォッチの知名度に貢献している。その人気に、人気に貢献。あれか、なんか海馬的なポジションか。海馬は別でいるか。死神鳥。嘘、チャージ攻撃全然入らなかった今。同拍子が B なのもえぐい。あ、可愛さランク的に。可愛さランキングだったら、で、ランク付けしたとしたらもう、B ランクじゃないよね。B ランクでとどまっていい女子ではない。もうそれは確定している。ちょっとさ、あれしないもん、妖怪ウォッチの可愛い女の子でさ、じゃあ可愛い女の子っていうか、まあ、その女の子キャラでさ、妖怪ランク付けてみたら面白そうじゃない？ねえ、まあ、妖怪ウォッチ3だと全員 S ランクになれるけど。慣れてしまうけど、
あと3匹。マジかよ、ふすま遠い方来ちゃったよ、先に。これもストーリー攻略で覚えとこう。プーニャンと出会って次のやつは、カラカザマジンを最後に倒しましょうってこっちゃな。よし。めっちゃアイテム落ちてるじゃん。なになに？隠してたのそれ。よこしなさいよ、それ。で、これ撃って、で、おじいちゃんがビーム放って、交代してる間に、ジミ拾って、最高率。ねえ。ええー、昔の桜に歌うんでね、そんなことがあったんですね。プーニャンと力を合わせて頑張ったつらよ。お、ご会長。お、なんだ？誰か転送してきた？あ、プーニャン。みんな、大変だ。巨悪妖怪がまた桜町に。しかも、今回の敵はかなりでかい。かなり強いじゃなくて、かなりでかいんだ。それってまさか過去の世界のビッグボスでは？それは大変ずらね。さらに一体だけじゃなく三体もいるみたいなんだ。なんで次から次へと桜町に巨悪妖怪が出てくるにゃん？どうやら無限地獄の封印が解け始めているのが原因だし、それはやばい。あそこには巨悪妖怪が5万と眠っているらしいからな。だったらその無限地獄をもう一度封印したらどうずら？無理だ。無限地獄は謎が多く、誰もその場所を知らないんだ。どうしようもないな。激闘の連続でど根性ガッツ団のみんなは疲れ切ってしまい、今動けるのは俺だけになってしまった。お願いだ、みんなの力をもう一度貸してくれないか。動けなくなったど根性ガッツ団の分も戦うずらよ。コマさん、ありがとう。強いとは言ってない。騙されちゃいかん。噛んだ今俺。俺の中で噛んだ判定にならなかったから、飛ばさなかった。いや、どうしようかな、俺さ、そのストーリー進めるバトルの時にさ、その、休憩入れたいんだよ。休憩挟んだ方が絶対いいじゃん。で、休憩の時は、その6人で喋って、試合の時は、まあ、進めるってなったら、3人で喋るように、その中3人、だからチームごとに分かれてっていう、通話切って分かれて、で、お互い進めていくっていうのが理想なんだけど、それが何分、何、ワンクールの時間配分をすごい考えてるね。どんぐらいがベストなんだろうって言って。どんぐらいがベストだと思いますか？で、チャージ攻撃、普通にありだ、これ。あー、でもどうだろう。今の、ちょっと、前言撤回かもな、これ。確かに火力はある。装備なし配信きつい。まあ、できなくはないけど、それこそ参加型倍増だろ、それ。進み具合的に2時間で15分。15分だ。2時間で15分だとか。俺最初1時間で10分って言ったんだよ。6人の会話も見たくない。どうです？どうです？このカメラ目線。カメラ目線の話は別にいいんだよ。マジで最悪。最悪。ズケズケにお風呂に入っちゃった。あ、避けるのが上手いんじゃなくて。あ、俺が下手なパターン。まあ、そういう時もあるよね。まあ、そう見えても仕方ない。いいでしょう。お風呂入ります。いや、俺、チャージ攻撃する癖がないからな。X ボタン長押ししながら走る、これが。それこそ、何してんねん。あ、ナイス。こいつ回復しようとしたん、今な。今度こそ当てる。私は下手ではない。必殺打って。それこそチャージ攻撃をさ、Y ボタンにしたらさ、めっちゃ良くない？おい。熱。休憩時間伸ばすのはあり、2時間で。そうだね、U 戻さんと。だ、今さっき危なかったね。普通に U のとこ入ってきたもんね。
いや、なかなか厄介。厄介、厄介。不快厄介。そうで、さっきから 3DS がマジで重い。これ本当にニュー 3DS に買い替え、買い替え、もう、偽トロ化しちゃってからだけど、買い替え全然あり。すまない。どうした？かまへんで。ナイス回避。来た。この声は。必殺技来たね。まあ、早めにちょっと、お湯を戻そうか。用事終わったけど、配信終わってなかった。もう今日は長いよ。がっつりばっこりやるよ。下手だね。おい。で、これで必殺技打ってる間に、お湯を戻しに行く。助けてください。助けてください。オッケー。これは勝ったやろ。うおっと、これはちょっとまずいよ。さすがに。あ、いいねー。身勝手の回復じゃねえ。とりあえず、相手に回復されてもかまわん、これは。身勝手のカウンター来まして。よし。で、身の安全第一。ジー玉いたのか。ちょっと、道草めがね、お風呂に入りたかったらしくて。なんか、しゃあない。3日2晩風呂に入ってなかったらしいから、お風呂優先したわ。さすがに。オッケー。応援してます。ありがとう。こんにちは。ね。あ、いいね。この5人はありっすね。ちょっと記念に、このメンツでストーリーをクリアしたよっていう一枚を撮っとくか。ええやん。めちゃめちゃええやん。思ったより良かった。まあ、道草め、エラを手術で取られたんで、ちょっと水に浸かれないんですよ。水で生活できないんですよね。だから、道草を食べてます。これは嘘です。信じる方がいそうなんで。うん。ちょっと、嘘ですって言っときますけど。もう全然狙われない。もう道草めいるから。ほらもう、一発も、後ろから殴ってるだけでいい。順番にやる。この3匹？そうだね。これだって全員やらないと終わんないよね。ストーリーの、なんか話の流れ的にさ、3匹でかいのが現れたって言って、1匹倒すようじゃ終わらないよね、あれね。だから3匹やってるけど。おい。こんなとこじゃ思うように動けんわ。いや、確かに。なんで、陸上がってきちゃったんだよ、お前。ロボパンか。じゃあ、ちょっとおにぎり。さすがにおにぎり。おにぎりのすけ。ここまで来ればもう勝ったも同然。最初から池に俺っちゅうに。出てくな。まあ、チャージ攻撃はこのようなタイミングで使いますね。非常に弱しい。ニャンキジが欲しかったら。そうだ、e ショップ終わっちゃうから。白犬のダウンロード版買いなよ。うん。いけるて。でも買うならあれだったな。レベル5のラストセールだったな。まあ、その時に、この配信来てたら、その有力情報をね、ちょっと教えられてたんですけど。まあ、ご縁がなかったということで。高値で買うてください。どっち来る？縁ですね。これ避けれんのかな？あ、まあ、そういうことじゃない。そういうことじゃなくてね。そういうことじゃなくて、普通に避けれるか知りたかっただけなんだけど。
妖術ヒルマセでもできる。おお。必殺キャンセル。物理じゃダメなの。あ、遠くから撃つってこと。遠くから撃つ？それちゃうよな。どういうこと？妖術ヒルマセっていうのは。行かせませんと。ドンコハリケーン。これ言ったやろ。はい、帰りまーす。出口にね、こうやって出てくるのありがたいね。お！ポンポ、本日初の、紫鬼玉です。何してんの？パトロールするかも。2600、でかい。ありがとう、クイージー。わらし。僕、昔、おっきいお友達、僕がちっちゃい頃に、おっきいお友達にわらしくんってのがいたの。わらしくん、優しかったな。そう思いやし。七広は、わらしと名付けた。いや、大山椒泣いてるって。マジで。こんな目玉がさ、けなげにさ、自分の元を離れて、街を旅してるんだ今。これ大山椒の目玉目線の話なんですけど。目玉たちがね、街を歩いてんだよ。そこにね、4匹のよくわからん妖怪が、殴りかかりに来て、ボコボコにしています。どこが？目玉を殴ってるこの映像のどの辺がハッピーなのか教えてくれる？座敷わらしん。詳しく聞かせてくれる？あんたサイコパスすぎるけど今。さすがに視聴者にこれ言い訳できないよ。こんなハッピーハッピー言って。俺も擁護できない。9でしょ？あと3匹いる？あ、いるね。下に。あ、妖怪だから。お亡くなりになられてるから別にってこと。てか、このもう安定感すごいわ、もう俺。火力があまり、パーティーの火力があまり出ない代わりに、圧倒的に回復をする、わらしくん。まあ、26日はニックネームつけてる暇などないけどな。よし。いや、まじ、どうする？ 2 時間で15分は、えぐない？もうちょっとその相手チームとも喋りたい、俺。進捗どうなんだいみたいな感じで、これ一気に連れてこよう。これ連れてきて、まとめてこう。で、こう。火力高くね。あ、違うわ。やっぱ自慢やんか。こんばんは。いや、これでも早い方だと思うな。これ本当に疲れるよ、これ。このステージ。終わりじゃないんかい。まあ、そりゃそうか。違う高山症に違いないね。そうすると、これのルートも、学校の方を最後にするべきだね。まずい！よし！オッケー！ナイスアタック！これでも地獄王三将さ、倒したらさ、もうこれ、ストーリー、ウィスマルマンのやつ後半入ってるよね。だいぶいいスピード感じゃない？配信しすぎじゃない！じゃないじゃない。俺マジ、まだいけるね。まだ全然いけるね。舐めてもらっちゃ困るよ。本当にクリアまで行きたいな、正直。今日、その、間違えた！ちょっと違う。惜しい。心配ありがとうなんだけど、ここでチャージ打って、ひっくり返って、かな。
まあ、三つ目独身術、ここで一応無駄遣いしといて、これコマンド入力的なやつです。24時間までいける。助けてください。はい。ただ 3DS が辛そう。結構重いもんね。まあ三つ目、悟りちゃん乱数調整は有名だからね。ドンドロ倒したらあと2話。おー、マジいけそうだな。これどんぐらいで終わるわね。結構モチベにつながるからね。なんでこんなに配信できるかっていうと、まあ配信、そうは言っても結構配信やってきて慣れてるから。ポケモンでこの前12時間配信したしね。それに比べたら余裕だよ。この、まあ今、この状態が辛いとも全く思わないし、続けれる。こっち。ナイス。ナイスノイス。この回復状態取り付きがな、めちゃくちゃありがたいんだよな。誰か座敷わらしんの役割背負ってもいいかもしれんね。火力でゴリ押すのもありだけど。どこまでがストーリークリア判定。まあ、京都26日に関しては、ビスマロマンを倒しエンディングを見たら、終わり。ボンゴーシュ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 シャー。ウィスマロー、らっしゃい。桜町に現れた凶悪妖怪たちは全て倒しましたし、あとは無限地獄を封印するだけですね。ここでドンドロか。あ、来た。みんな、無限地獄の場所がついに分かったぞ。無限地獄は桜町の西の外れ、平釜平原の地下にあるらしい。では早速その平釜平原へ。だが、その他に恐ろしい情報も手に入れてしまった。恐ろしい情報？一体何ですか？ BGM 消えた。どうやら無限地獄から最悪の妖怪が出てきたらしい。伝説の凶悪妖怪、ドンドロが復活したんだ。かつて妖怪ワールドと人間界に大きな災いをもたらし、最悪の大妖怪と呼ばれているあのドンドロズラ？ああ、奴は今、平釜平原で大暴れしている。これ以上被害が広がる前に俺と一緒に戦ってくれ。分かったでウィス。ここでドンドロが来たか。まあ、ゲームの中だから可愛いわ全然。そう、実際そう。でもまあのさ、仲間になった時ミニミニになるじゃん。あいつ普通に可愛いよな。うん、ボス状態でも結構可愛いんだなと思って。ミニミニ足短しドンドロめっちゃ可愛くない？これだいぶ早くていいんだな。でもカウンター意味なかったわ。戦い方が可愛くない。確かにダントツで可愛くないよね。だってさ、常時攻撃が入らないって頭おかしくない？サメやばい。交代しよう。ナイス。で技まだね、了解。そういうことか、ここで地雷持ちか。だから参加型でもドンドロ行くとき地雷持ち多いのか。なるほどです。はいはい。爆弾ドンドロ可愛いけどあいつ可愛くないよ。詳しくは妖怪ウォッチバスターズ2をご覧ください。可愛いけど可愛くなるの代表だよ。ドンドロはほんと困っちゃうぜ。ナイス。攻撃封じ。あー、鎧砕きっちゅうか、あれもダメか。鬼砕きじゃのうて。ナイス。独身術どんどん入る。あんま2桁か。ああ、控えめですね。控えめでさあね。カウンターだいぶ早めでいいんだね、これね。うん。ほんと相手が降ってくるのを、もう構えながら待つって感じなんだろうな。技のイメージとして。避けろい！
ちょっと座敷わらし、あ、回復早っ。いいね、回復指示出す前にも回復してくれてた、さすがの回復能力。よし、オッケー、倒してないよフーニャン、まだだよ、油断すんなって。こんばんは、たまに見ます、了解。これいるんだよ、マジでいるんだよ。一応攻撃食らわずに行きたい。一発がそうでかいんだよ。オッケー、はい、見に行こう。よし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 、これはよく見る光景だからいいか。どっちだ、妖術封じナイス、張り手やばいな、追いつけ。チャージング165、一発殴る暇はある。よし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 、いやー、できるだけ長くそのままいてほしいな。道草の呪いかかった、じゃあ回避した後で移動しよう。これは解除しないとまずい、本当に。攻撃封じきたね、三つ目ちゃん、さとりちゃん頑張ります。カウンター行く必要ないから、この遠くから殴っとく。呪いの初期まずいぞ、これ。しゃあない。ハピハピハピ撃とうか。回復した瞬間に。よし、オッケー。ナイス！いい感じ。まあ確かにスルーできることに感謝すべきか。あれ？攻撃封じじゃん。妖術封じじゃん。あー、もったいない。道草め狙われてんな、めちゃくちゃ。わらしくんやばくない？わらしくんもか。あんたがそこのフィールド入ってどうすんだ。邪魔するんでねえよ。それ普通にせこない？浮いたね、どこ？ OK。ということで、ちょっとこれ作業分担したいけど、みんなついてきちゃうよね。なんで？あれ？何も特にないのか。そうなんだ。一回目爆弾出てこないんだ。なるほど、優しめだね、それは。移動します。オッケー。どっち？赤い時ダメなんだね。まずい。避けよう。あー、そこ食らっちゃうか。じゃない。できるだけ離れてると。そっか。一発目ギミックなしか。さすがにびっくりしちゃうもんね。こっからね。交代してくれよ、ドンドロー。これだいぶ運ゲーやな。来た来た来た。それこそ、攻撃技ポケモンと、妖術技ポケモンをこれ、どっちも持ってかないとダメだね。バスターズファンです。ありがとう！誰かかかった？一人でいける？いや、悟りちゃん頼むて。悟りちゃん頼むて。くすまない。少し休ませてもらう。ダメです。
浮くか？来た来た来た。なるほど、ストーリーだからちゃんと誘導してくれんのか。オッケー、次。この画角で見れるんだね。この真上からの図。これストーリー限定じゃない？これ。あ、爆破された。爆破された。痛すぎる。よーし。で、これまで動いちゃいけなくて、ここ。妖術ね。だけど、あんま冗談が言えなくなってきてるよ。ほんとに。ああ、もったいない。余裕がなくなると冗談も言えないからね。ジータマナイス？取っといて、妖術交代したらだな。道草めかかった。ハピスハッピー、道草め気絶、どんまい。早く行き過ぎると死ぬ。そうなんだよ。マジ気をつけよう。サトリちゃん。これ反応勝負だな、これ。マジで。ふいにゃん、ありがとう。すげえ厄介なことになってる。いや、マジか、道草子。やばい。誰行けばいい？サメか？あ、おじいちゃん！ありがとう。サトリちゃんはそうは言っても、サトリちゃん即出番来た。出番だよ、サトリちゃん。ちょっとそれどころじゃないかもしれない。マジでそれどころじゃないかもしれない。わらしくんは技溜まってないね、全然。わらしくん、ちょっと回復に徹しようか。呪いの正気ジバニャンやばい。間に合ってくれ。きついぞ、これ。マジできつい。絞るか。キャラを。サトリちゃんはもう送る。で、一発殴って、その間に、どっちだ？あかん。ありがとう。わらしくん。避けて、ジバニャン。よし。で、ジバニャン。これ注目しない方がいいわ。本当に。やべ、爆。あっと、ナイス、道草め。いいよ。そっちか。よし、守り切った、これは。これ守り切ったんじゃない？1秒。よし。妖術通じね。今のうちに行けるとこまで行こう。あ、サトリちゃん復活してる。これはでかい。QR コード。うん。あるな、グレードコインな。さすがに、まあ、クリアしてからだな。さすがにつまらんって。頼むわ。お頼み申す。飛ぶかな、また。この辺で撃っちゃおうかも。いやー、遅いよ、ドンドロ、それは。勝ったな。危ないところは乗り越えた。行こう。
小石ちゃん行こう。君もさとりちゃんじゃなくて小石ちゃんだよ。わらしくん、わらしくん立ち向かわないで。わらしくん。やばいって。ここで？嘘でしょ？じっちゃんがありがたかったね。この瞬間に撃つ。ジバニャ行くな。動いちゃダメ。よし。どうなってる？青いね。行こうか。攻撃できるもんな。青は行ってよしの青。いや、面白いね、ドンドロ。おもろいわ。うーい。みんなありがとう。おかげで桜町に平和が戻った。ウーニャンはこれからどうするんですか？実は俺も桜町でバスターズを始めることにしたんだ。うー、それは素晴らしい。そこでみんなにお願いがある。俺をここに入れてくれないか。しばらくバスターズのことをいろいろと勉強させてほしいんだ。冬にゃんの冬は冬の冬です。これは頼りになる後輩ができましたね。後輩じゃないぞ、大先輩だ。ほらこれを見てみろ。ドンドロとの戦いの後、冬にゃん殿は全ての教会たちに呼びか、噛んでしまいました。大変失礼いたしました。ちゃんちゃん、いいよね、このただの丸じゃなくてこの妖怪型に。私の話聞いてました？第9話バスターズの頂点を目指せ、お楽しみに。だそうです。来たね、プリズンブレイカーが。ほほほ、久しぶり。マスターニャだ、一体今日はどんなご用で？実はみんなをびっくりさせようと思ってんの。もしかしてまた改ざんとかおっしゃるんじゃないでしょうね。ある意味それよりびっくりするかもしれんぞ。ジョークじゃ、ジョーク。これまでのお主らの活躍、わしはそのすべてを見てきた。そしてそろそろお主らもあれに挑む資格を得たと判断した。あれですって、まさかマスター。あれと言いますと、あのあれでありますか？あれあれ言いすぎにゃん。ってなんずら？あれとは全バスターズチームの頂点を決める一大イベント、その名もキングオブバスターズ。